はい、ついに韓国が、泣き落としの第1弾始めましたね。トランプ大統領に泣きついたわけですよ。トランプ大統領泣きつきました。あ、どうなったのか。見ていきましょう。日韓、要請あれば仲介する。はい。輸出管理厳格化でトランプ大統領が発言しました。読んでいきましょう。トランプ大統領は19日、韓国の文在寅大統領から輸出管理をめぐる日本との対立に関して仲介を頼まれたことを明らかにした。もし日韓双方が私に求めるのであれば、関与するだろうと述べたが、すでに北朝鮮問題など多くの懸案を抱える中での仲介には及び腰な構えを見せ、まずは日韓で解決に当たるべきだとの認識を示した。トランプ氏が日韓の仲介について公的な場で発言したのは初めてで、ホワイトハウスで報道陣の質問に対し、現在日韓間に摩擦がある。実際に韓国大統領から関与できないか頼まれた。と話した。文氏には、いくつのことに関わらないといけないのかと返答したという。自分で解決せいと、あれもこれもあれこれもね。なんでアメリカはそこまで関与しなきゃいけないんだ。自分で何とかせいということですね。その上でトランプ氏は、すでにアメリカ政府は朝鮮半島問題をはじめ多くのことに関わっていると指摘。さらに日韓の仲立ちをするのはフルタイムの仕事のようなものだとして乗り気でない様子を見せた。だから韓国担当者じゃないよっていうね。アメリカの大統領なんだから、韓国のね、あれしてくれ、これしてくれ聞いてたらもうそれフルタイムになっちゃうだろうって話ですよね。まあトランプ一流の、まあ、冗談ですけどもね。はい。トランプ氏は安倍首相と文氏の2人が私を必要とするのならそうすると述べ、仲介には日本側の要請も前提との立場を表明。ただ彼らが解決してくれるのが望ましいと釘を刺したということですね。はい。だから韓国の大統領から頼まれたら、やるってわけじゃなくて、いや両方から言われたらやるよってわけです。で、安倍総理はトランプ大統領に仲介なんか依頼してないわけですよ。ということは、あ、トランプ大統領は関わらないということです。誰か書いてくれてるけど、前向きに検討します。な、二人がね、頼んでくれたら自分は関わるよと。今は片方から、来てないから、関わらないということですから。これね、本当の意味はそこですからね。表面上ね、二人から言われたら関わるだろうと言ったら、大統領関わるって言ったかじゃないんですよ。二人から言われたら関わるってことは今は関わらないっていうことですね。だから韓国の大統領から要請が来たけど断ったっていう意味なんですよ、これは。はい。だから、そうですね。前向きに検討しますっていうことはやらないっていうことだっていうね。官僚が使うそういう言葉はですね、そういう本当の意味は違いますよっていう。だから、ほら、あるじゃないですか。特に京都なんかね、なんか結構でございますっていうのは、イエスかノーかどっちかみたいなのあるじゃないですか。ね。あ、京都の人、よかったら上がってってくださいって言って、あら、そうかしら、じゃあって言って上がるとアウトなわけですよ。上がってってくださいって言ったら断んなきゃいけないらしいんですよね。だから上がってきてください、上がってきてほしいから上がってきてくださいって言ってるとは限らないっていうことですよね。今回非常に分かりやすい。二人から要請があれば関わるだろうっていうことだよね。というか、は、何言っちゃってんのと、あんた一人何言ってんのと、関わらないよっていうことですから。チーン、韓国終了って感じですね。アメリカの大統領を巻き込んで自分に有利に働かせようっていうのは、目論見はついえたということです。はい。ということで、ね、まあ、こうやってアメリカを巻き込んだら、なんでですかね、アメリカは味方すると思ってるんですかね。アメリカ関与したら、心臓の言うのが正しいって言うかもしれないのよ。この地震どこから来るんだろうね。アメリカ関与したら有利になるって、いや、不利になる可能性の方が高いでしょ、どう考えたって。ねえ。だからまあ、日韓要請あれば仲介では条件付きですわ。いや、現状ではね、入んないよっていうか、フルタイムになるよって話ですからね。そんな構ってられないよということで、まあ事実上の門前払いということですね。はい。